はい、ミスターマイアミさんというよりもミスターマイアミさんっていう風になったんですね。今までミスター M さんという風にね、紹介させていただいたんですけども、今日の送っていただいた動画では自己紹介でミスターマイアミってなってたんでね、これからミスターマイアミさんとお呼びしようかなというところでございます。さあ、前置きが長くなりましたけども、今回はですね、自己アフィリエイトのマインドセット、まあ、いわゆるね、ネットビジネスのマインドセットを送っていただきました。実はこれ非常に大切なことなんですよ。というのが、この自己アフィリエイトにしても何にしても教わった人と同じようにやる可能性が非常に高いんですよね。多くの人がそうです。教わった人と同じようにやる、もしくは教わった人に、なるべくね、近づこうとしてやる例が多いんですよ。その中でマインドセット、私がね、ずっと自己アフィリエイトについてお話しているのは、自己アフィリエイトをやることによってお金をもらってさっとね、どっかの投資のお金にしたりとか、なんかの借金埋めたりとか、そのお金で暮らしたりとかっていうことではないんですよ。もちろんそういうのもあるんですけども、お金を払う人の気持ちになったらどうかなってことなんですよ。お金を払う、自己アフィリエイトでお金がいただけるってことは確実に誰かが払ってるんですよ。その払った人はどういう期待を込めて払ってるかというと、自己アフィリエイトをやった人がその次の段階、アフィリエイトとしてお客さんをどん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 紹介してくれて、結果的に広告主たる自分を稼がしてくれるだろうっていうふうな期待を込めて、一番最初お試しで自己アフィリエイトっていうのを提供してくださってるんですよ。まあ、ですんで試食みたいな感じですよね。まずちょっとお金あげるからちょっと試してみてよと、うまくいったらぜひね、お客さん連れてきてくんないって、こういう手順とこういう利益があなたのところに入りますよっていう風なのをお試しで自己アフィリエイトやらせてもらうんですよ。ということはね、自己アフィリエイトをやるだけやって、でアフィリエイトをやらないってことは、アフィリエイト業者 ASP に損害だけ与えてるってことなんですよ。まあ、これはね、ASP がそういう風に公に言ってるわけではありませんけども、私はそう考えてるんで、自己アフィリエイトをやった人はね、ぜひね、うまくいくかどうかはわからないけども、アフィリエイトに少なくとも挑戦してもらいたいなと思うわけなんですよ。そしてアフィリエイトがうまくいきだしたら、アフィリエイトによって自己アフィリエイトでもらった金額の何十倍も広告主にお返しすることになりますから、その時こそ本当にね、いい取引先っていうのができるんですよ。ネットビジネスとはいえども、やっぱり取引先っていうのがいるんですよ。誰かがお金を払ってますから、誰かが広告を出してくれてますからね。その取引先様を大事にすること、これが非常に大事なんですよ。で、私のね、マインドセットの中に、会社の経営に関わることなんですけども、やっぱり地域社会に、貢献するってことが1つ目、2つ目がね、従業員様の幸せづくり、人づくりをするってこと、これが2つ目のマインドセットです。3つ目がお取引先様との共存共栄を図るってやつなんですよ。取引先に損をさせて自分だけ得しましたっていうことではなくて、取引先、アフィリエイトの ASP さんにもちゃんと稼いでもらって、その一部を自分でもらうっていう風なね、自己アフィリエイト、引いてはアフィリエイトにしてほしいなと思うわけなんですよ。ついでに4つ目 のマインドセットを言いますと、成長発展のために利益を確保するってやつですよ。この4つを同時に進めてこそビジネスが拡大するっていう形なんですけどもね。いろいろとお話しましたけども、今日はね、ミスターマイアミさんからマインドセットを送っていただいて、多分ね、これ刻みながらやっていただくと思うんですよ。前回は45万稼ぎましたみたいな話だったんですけども、この45万稼がしてもらったのをどう恩返ししていくのか、10倍返し450万とかね、100倍返し4500万ってものにして、マーケットにどんどんね、その富を分配していくっていう風な責務があると思いながらやっていった方がいいのかなと思います。それからミスターマイアミさんにも、生徒さんがいずれつくでしょう、その人にもね、ぜひ教えてあげてほしいんですよ。自己アフィリエイトっていうのは自分だけが稼ぐ手段じゃないよと、インターネットビジネスの仕組みを一通りワンサイクル試すために、お金をいただいてね、試させてもらってるから、試させてもらって仕組みが分かったら、今度はね、アフィリエイトとして広告主に恩返しをしてくださいねと。そしてその広告を紹介されたお客様は、この商品買ってよかったなと、この、なんですかね、広告主さんからの商品が手に渡ってよかったな、お金払ってよかったなって思っていただけるように進めていこうという話なんですけどね。はい、では本日は以上です。まゆみさん、ありがとうございました。